ワンマンコ、やっていきましょう。伝言版、資金が足りなくなる。球場の売店を増設しました。現在の売店数は10件です。すごいな。売店が10件もあるんだよ。売店王ともなるだろうな。さあ、オーナー賞500万で。スタメンどうだ？調子がやっぱ良くないな。調子上げるか。次は。はい。ああ、開幕戦勝利ならす。しょうがないわな。オーナー賞500万。はい。ああ、負けた。マジか。はい。いやー、3立てか。今年も無事3立てスタートと。最高の滑り出しをしましたね。最高の滑り出し。こんなことがあってたまるものかと。じゃあ去年通り調子を上げていくか。もう1に調子、2に調子、3子がなくて4に調子よ。調子いい、調子いい。メニューコピー、よし、 OK。 はいはい、調子、調子、調子を上げて、調子を上げて上げて、調子を上げて上げて、調子を上げまくる。もし OK。 さあ、これで進めていこう。とにかく調子ですよ。調子良ければ何でっていけんだから。さあ、エグバード、いけ。負けた。マジか。4連敗。これ、ああ、5連敗ならす。5連敗ならすってなんか俺が望んでみたいだもんな。はい、ゴー。負けた。3ゲーム差か、今のところ。意外と低調な滑り出しだな。全部。意外と低調の滑り出しでびっくりしております。まあまあ勝つならここだっていう感じはするけどね。ここよりでちょっと3位ぐらいになっていけばすごい便利だもん。便利というか楽だもんな。スタメン、あ、調子がいいね、いいね。よし、ゴー。うわ、マジか。500万。よし、500万よくやった。もう一回。よし、よかった。5位。いいね。いい滑り出し。売店がやっぱ10個になったパワーってのはでかいよ、やっぱり。売店が10個もあんだから、こっちはな。球場でかくなんねえかな。だったら資金がすごい楽になるのに。さあ、どうだ。500万。うわ、負けた。500万。どうだ。惜しかった。ラッキー。500万。まあまあ、しょうがねえか。まだ5位。まだ5位はいけてるな。まあまあ、どうにかこうにかって感じですね。どうにかこうにか5位キープみたいな感じするね。しかしまあ資金的には全然ね、楽は楽ですから。この調子でいきましょう。真田、500万。スタメンどうだ？調子どうだの？みんな。あ、いいじゃん。いいね。いいね。ボカティカは一回マジで死んだ方がいいな。ボカティカだけは許さない。ゴー。ああ、マジか。うわ、上辺やられた。くそ。うわ、マジか。もう一回。よし。ギリギリ。よしよし。まあ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 、9大点ぐらいだな。とりあえずは。よし、どんどんやっていこう。早く日本一になりたいな。あ、伝言版見るの忘れた。何だったんだろう。まあ、1000試合出場とかなんかか。さあ、カープ相手に500万。大下、高橋、高橋に高橋食らった。ラーメンズみたい。うわ。5。なあ、くそ。
ょっともう4位と4ゲーム差離されてるっていうのがちょっと聞きに食わないですね。どうにかこうにかここもね勝っていきたいですね。さあもう4月の4週と早いな。シーズンが終わるのは早い。シーズンが終わるのはいかに早いか、それを感じさせてくれる。エグバード1000万いけ。うわマジか、イガー強いな。野口、おわギリギリ、もう1000万高橋、おしょし、オッケー、おしょし、オッケーオッケーオッケー。まあまあオーナー賞で出した分ぐらいはね試合で稼げるからとりあえず安心よ。伝言板、なるほど、不動級回数1000回を超えました。ありがとうございます、ありがとうございます。オーナー賞500万いけるか。ああ、うわ注意やられた。うん、ああ、おしよし、どうにか食らいついてる感は出せてるな。食らいついてる感はだけは出せてる。今月はいくらだ ?8000 万。ああ、安い安い。収支報告。ああ、儲かってるね。順位表。まあまあ、9勝15敗。他勝率5割か。5割に抜けたいな。新外国人発見数2人。ペナントレースは出遅れましたが、少しずつ前進していきましょう。していきましょう。ホームゲームチケット代、あーこれだったら3000円だな。うん、これでいこう。さあどうしたもんか。まあまあ球場説明とにかく俺は金かけていくから、金かけていっちゃるけ、売店増やしちゃるけ、な売店の数増やしちゃるけ。有望新人選手は発掘できず。サントス、池徳森うーん、なるほどね。はい、飯塚1位。うわー、口もうちょい頑張んなきゃ。うわー、この飯塚はじめも中日持ってかれるのやだな。もや、お、来てる。ランゲ、お、来てる。ちょっとな、頑張んなきゃな。まあとりあえずこんな感じでいくか、いつも通りで。はい、 OK です。はい、 OK です。この粟口をどうにか、ちょっと契約金あげるか。飯塚もどうにか持ってきたいな。これでいくか。とりあえずまあこれでいっか。さあさあさあ、5月に入りまして食らいついてはいるんだけどね。伝言板、球場の売店、おーし増えたぞ球場の売店増やすことに俺は命燃やしてからな今な。とにかく球場の売店増やしてんだ俺は。500万、阪神に勝て、惜しかった、ナイス。高橋頑張ってくれ。うわぁ、三浦カージに勝てるか。惜しかった。よしよし、阪神と2ゲーム差。いい、もう500万損してもいい。大丈夫だ。大丈夫だ。まあ、まだゲーム差的には全然ね、1位狙えるゲーム差ですから。こっからですわ。もう外人を取らないっていう選択肢もあるよね。FA の野手を考えて。多分来年 FA 結構出てくると思うんだ。思うんだ。うわ、マジか。1000万、エグバード。おし、ナイス。もう1000万か。うわぁ。3ゲーム差か。ちょっと離されたね。カープに一体誰がいるってんだ。
この時のカープに一体誰がいるってんだ。誰もいなかったぞ、俺が応援してた時は。さあ、5月2週前半と。ちょっとスタメン見てみるか。高柳、ああ、まあまあ頑張ってる方だね。ああ、斎藤が3割いってるんだ。ああ、でも全然頑張ってる方じゃん。上位打線も。ちょ、ポカティカだけは許せねえな。オーナー賞1000万。いけ。よし、OK。もう1000万いこう。いけ。ああ、もう1000万。真田頑張れ。よし、OK。今んとこ首位と5ゲーム差ぐらいしか離れてないから、マジでいけるな。オッケーオッケー。よし、インフォメーション。トレイ。前田智則。うわー、ただもう衰えまくってるな。こんな前田さんやだ。いや、こんな前田さんは取りたくない。前田さん大好きだから、ちょっとこれは取れないや。衰えた前田さんを見たくない。俺、前田さん取ったら前田さん使いたくなっちゃうし。絶対使っちゃうよね。うん。エグワード500万。いけるか？おし、ギリギリ。1000万で野口。いや、もう1000万勝ちたい。2勝したい。おし、 OK。 さあさあさあ、ギリギリ食らいついてますな。よしよし、順調順調。まあ順調は順調だな。5月でまだ5位キープで、ゲーム差もそんなに離されてないから、選手がいっぱい出たとは思えないぐらい順調ではあるな。阪神戦を勝ちたいんだよな。ここで話さなければ意味がない。おし、オッケー。いや、いい。全然1000万使える。おし、オッケー、オッケー。全然もうここで阪神戦をとにかく、タイガースの戦力的には、うちより強い気がするから、ここで一回タイガースを話しとかないと、多分シーズン終盤ぐらいからきつくなっちゃうんだよな。押し、5月3週。ひたすら球場設備に1億ずつかけてるけど、いいのかこれで。野口、1000万。スタメン的にはどうよ。スタメンどうよ。あ、でも笠岡が3割乗っけそうだな。あ、全然いけるね。ちょ、ポカティカ以外全員いけるね。いけ。あー、山井杖。山本昌。おし、ギリギリ。1000万。おーし、オッケー。首位とまだ5ゲーム差しか離れてない。全然戦えてるな。この戦力で全然戦えてるよ。よしよし。ついに乗ってきたな、軌道に。さあ、助っ人踊るかどうかだな。上原との勝負だ。500万いけるか。まあ無理か。エグバード1000万。うわ、マジか。野口1000万。勝ってくれ、せめて一勝は。うーん、3立て。ここでの3立てはきついっすね。ここでの3立てはきついんだ。まだうち一回も3立て食らわせないからな。どっかで3立て食らわせないと。誰かしらに3立て食らわせないとちょっときついな。やっぱ勝率を5割に持っていけばな。阪神、来た。いけ。うわ、マジか。1000万。うん、マジで ?1000 万。うん、マジか。6連敗。マジか、ここでの6連敗も響くな。6連敗って。
よし、まあお金はどんどん増えてるな。まあ選手取ってないからね。ちょっと今年は A クラスしたいんだよな。もう6月か、早いな。あっという間にシーズン終わっちゃうよ、こんなん。3000万。これは3000万、3000円だな。3000万のチケットってなんだ？人が死ぬやつみたいな人が死ぬサーカスみたいな。まあとりあえずは設備に1億ずつかけていけば。お、ランギから入団 OK。 いやー、どうしようかな。飛距離抜群。ファースト欲しいな、正直。いや、ファースト正直欲しいんだよな。契約してみるか、ランゲ。これは一回契約してみよう。まあ、モヤとは、まあ、一旦いいとして。ちょっとファーストにもう一人強打者がいれば、マジで違うんだ。ボカティカを使わなくて済むんだ。ランゲどうだろう。頼むぞ。ランゲ。背番号2番。おお、超大ええ。これはでかい。これはでかいね。小笠原の背番号でもいいわ。いやー、ランゲでかいな。ここでランゲは。ここでのランゲめっちゃでかいな。飯塚は ?1 位。青口は ?1 位。OK。飯塚2人取るんか、うち。今年。まあ、もやはね、そのうちでいいとして。ああ、一回任せてみよう。どうなるか。いやー、ちょ、でかいな、ここでのランゲ。長打力 A はとにかくでかい。本当に一発が欲しかったから。資金が足りなくなる。球場の売店を増設しました。とにかく売店を増設するな。そんなに売店を増やす必要があるのかって感じるけどね。球場をでかくした方がいいんじゃないか。ランゲ、いやもうランゲとにかく調子上げよう。ランゲ口にさせようよ、どんどんで作戦室。いやー、ランゲでけえな。長打力 A がこれ爆発したらめちゃくちゃでかいな。とりあえずもうボカティカ、お前はもう不必要な人間だ。ランゲ、ランゲ何番置くかな。もう正直クリーンナップに置きたいけど、斎藤が意外と打ってんだよな。ってなるとこうなるか。まあこうなるか。ランゲをとにかく調子上げさせれば。マジでランゲこれでけえな。こいつが40発でも打とうもんならもうマジで、まあ6月だから無理か。500万いけ。うわ、マジか。500万、おし、500万、おし、 OK。 しゃあ、首位と8ゲーム差ぐらいか。まだいけるな。いや、ランゲ次第だな。ボカティカとかいうクズをちょっともう飼いならす必要がなくなったもんな。伝言版、資金が足りなくなる可能性。任せろ。3億1000万。なるほど。まあ、稼げるだろう。3億ぐらいになったら。売店12個もあんだぜ、うち。500万。うわ。500万。マジか。500万。3立て。カープに3立てよく来るよな。なんだこれ、もう6連敗してんじゃねえか、カープに。インフォメーション、どうせあれだろ、オールスターだろ。知ってる知ってる。はいはい、もう力はいなくていいの。伝言版、資金が足りなくなる可能性。任せろ、資金はどうにか調達してやる。
さあ野口500万、さあランゲ打ってるか。ああま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 あ頑張ってる方だ。いけ、マジか。500万、うわあよかったよかった。500万、いやーちょっと離され始めたな。離され始めたマイレボリューション、明日を掴むことさ。伝言版、いやいいんだいいんだ。伝えたい全部あなたに、全部伝えてこの言葉よ迷わないように。シャシーベイスターズに一生。おっとなんだこれ、アクシデントじゃねえか。あ、インフォメーションなんだ。お、あ、300万人突破、よかったよかった。アクシデントじゃなくてよかった。同じ500万、いけ。おお、引き分け、まあ引き分けでも御の字や。野口いけ、おーし、オッケー。首位に2勝1分けはもう大したもん、大したもんだ。よしよし、大したもんだお前ら。さあ次、とりあえず資金は足りなくなることはなさそうだ。これ球場でかくなるっていつなんだろうな。よっしゃ500万、いけ。おい、中日相手に勝てるのはでかい。とにかく中日に勝てなきゃ。うわマジか、真田1000万でいい、マジで勝ってくれ。うわ 3.5 ゲーム差、さあどうしたもんかな。球場でかくなるなら早くなんないと、ちょっと資金が追いつかなくなっちゃうんだけど。資金っていうかシーズンに間に合わなくなっちゃうな。さあ首位に勝てるか。惜しかった、首位に勝てるか。勝った、なぜかベイスターズに強いなぜかベイスターズには強いぞ。首位には強い、中日に弱い、カープに弱い、ただ首位には強い。ないないだらけの人生だと思ってたけど、意外と頑張ってるな。よし、石川500万いけるか。やっぱ石川強えな。いけ、大引き分け、ここで勝てればでかい。まあトントンか。2敗ってきついねやっぱりね。さあもう7月に入りますからね、もうおしまいですよそろそろ。もういつまでも売店増やしてる場合じゃないですよ。まあ阪神には勝たなきゃな。マジかい、阪神に勝たなきゃいけないよ。おし、オッケー、阪神には勝たなきゃいけない。おし、オッケー。ギリギリこれ A クラス食い込むんじゃねえか、頑張りゃ。もう A クラスに一回行くことによって多分一気に楽になるから、 A クラス狙いだな今年は。もやから入団 OK。 いやーちょっと今これ怖いな、今のこのモヤとの契約は怖い。ちょっと7月入るからそろそろお金増やしていかなきゃいけないし。よし、うん、まあまあまあ、でも勝率5割に乗っけれそうは乗っけれそうだな。とりあえずシーズン的には半分終わったか、70試合ってことは。よしよし、オッケーオッケー。ホームチケット、おっとこれは、あーこれやったら3000円だな。まあでもオーナー賞のぶち込み方によってはマジでこれいけるな。
さあ売店を増やそう。とにかく売店を増やしていこう。さあどうだ、なんだ、有望新人選手発掘できず。飯塚、阿口、おお並んでる、ほぼほぼ。阿波口は本当に欲しいね。あ、違う違う、探索じゃない、探索じゃない、交渉交渉。オッケー、飯塚来てくれそうかな。でもファーストもいらねえな。もうあと阿波口と飯塚でいいもんな。ってなると、で内野手のこの飯塚いらねえんじゃねえか。うん、もうちょっといいファースト手に入ったから、とりあえずファーストいらねえな。あの二人に焦点絞って外野を強化していくか。よし、伝言板なんだ。よし、売店が増えたぞ、また売店増えまくりだな。よし、じゃあ今回はこの辺で終わりましょう。それではまた次回お楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。